Hello all you awesome people out there, my name is Takedo and welcome back to this Let's Play of Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. I have been doing some grinding since last time so I could get stronger and have a chance to defeat whatever lies ahead of me. And I have got some new equipment and stuff, and to be exact, I actually have grinded like 20 levels, I think. The reason being, I was actually going for 10 levels, and then I took on a special boss thingy, the bears was on last episode, which is not story related at all for me, so I was just finding them for fun, and they actually gave me like 10 levels when I defeated them, so that was kind of crazy. And some new equipment. So yeah, you will see the equipment when I start fighting, so get ready for that. いろんなところを冒険してきたけど、こういう場所は初めてかも。ワクワクするな。ここのどこかにマジェコンヌがいるのね。マジェコンヌにはにあわない場所に。皆さん気をつけてください。ここはマジェコンヌのホーム。どんな罠が仕掛けてあるかわかりません。 行ったそばからラスボスのご登場のようね。よくここまでたどり着いたな。褒めてやろう。別にあなたに褒められても嬉しくも何ともないわ。それよりも大陸同士をぶつけるなんてバカな真似、今すぐにやめなさい。やめろと言われて誰がやめるものか。なら安心したわ。ラステーションをむちゃくちゃにしてくれた借り、 今日こそ返してあげるわ。<笑>アブニールが好き勝手振る舞う間、おどおどと指をくわえて見ているしかなかった。非力な女神が言うようになったものだな。何？それで挑発でもしてるつもりなの？確かに私はちょっと容量が悪かったり、不器用な感じがあるのは自分でもわかるわ。それでもね、 シアンたちのためにいい国にしようって一生懸命頑張ったのは本当。そして、それはこれからも続けていくつもりよ。だって、私はラステーションの女神なんだから。口先だけは一人前になったようではないか。では、私からは一言お礼を言わせていただきましょうか。 女神の力を失ったことがバレるのが怖くて、一人閉じこもっていた臆病者が。確かにあなたの言う通り、私は臆病者だったかもしれません。ですがそのおかげで、アイちゃんやランランたちに出会うことができたのです。ベール様。彼女たちは私を 女神グリーンハートとしてではなく、ベールという一人の女の子として慕ってくれた。その出会いのおかげで、私は自信を持って外に出ることができたのです。大切な友人との出会いをくれたあなたにお礼を、そしてそれを奪わせないためにもここで撃たせていただきますわ。<笑> それが貴様の戦う理由だというのか。よくもそんなくだらん理由でここまで来れるものだ。孤独なあなたにはどうやら仲間の良さがわからないみたいね。誰が孤独だと？ルイを奪われ、信者に偽物と罵られ、教会を追い出されたのはどこの誰だったかな。確かに その事実は変わらないわ。けど、避難者は私をずっと信じてついてきてくれた。たとえたった一人だけでも私を信じてくれる人がいる。それだけで命を懸けて戦う理由は十分すぎんだよ。ふん、理解できんな。まあ、真のぼっちには理解できなくて当然だよね。 誰が真のボッチだ。だって本当のことじゃん。昔の私はどうだったか知らないけど、
今はコンパやアイちゃん、そしてノワールにベールにブラン、メイジスちゃん、マベちゃん、鉄拳ちゃん、サイバーコネクト2ちゃん、ファルコムちゃん、プチコ。だからプチコじゃなくてブロッコリーニュー。そしてイーズン、これからもみんなで楽しくやっていきたいからここにいるんだもん。楽しくなかったりお友達がいなくちゃそこまで頑張ろうと思わないよ。大義名分のかけらもない、ずいぶん気楽な考えだな。いにしえの四英雄が聞いて呆れるぞ。やっぱり実は私もそう思うんだよね。けど他人が見てどうとか関係ないよ。誰かといて楽しいとかずっと一緒にいたいってすっごく大切だと思うんだ。だから私はマジコンヌを倒してみんなで見るって決めてるんだ。ゲーム業界のハッピーエンドをね。かっこよく続けると思ったけど相変わらずネプコはネプコみたいね。けどそれでこそ私たちのネプネプです。へい、どいつもこいつも似たようなことをほざけよって。貴様らがあがこうがゲーム業界が滅びることに変わりはせん。マジコンヌ、もうあなたには言葉は届かないのですね。なら力ずくで止めるまでよ。私たちのゲーム業界を滅ぼさせたりなんかしないわ。OK。誰がご主人様か。This is the final battle already. 徹底的に叩き込んであげるわ。Oh, right. What's it called? As you can see, I have a little other outfit than normal here. So for you people that knows the game Fairy Fencer F, yep, that's the outfit I have gotten for her. So, but I can't reach her like this, so let's go in and.What is? To get a little stronger. No, I'm still too far away, so. Defense. And yes, I have got some new attacks too, so. Okay, I thought that he was stronger. Apparently not. Oil time is really strong because of the defense here. But, oh well.まだだ、まだ。Was that it? 私は。Seriously? This was kind of anticlimactic. 女神の力よ。Neptune transformed. レベルアップよ。強くなった。レベルアップ、レベルアップ。All the levels.私は女神を超える神にしてゲーム業界を滑る者、その私がなぜこのような女神や人間どもに。マジコンヌ、あなたとの因縁もここで終わりよ。それはどうかな。そんな回復した。イーズン、これはどういうことなの。わかりません。ですがこれはシェアの力によるものです。シェアの力って、この世界のどこにこんなやつを信仰しているバカがいるっていうのよ。そうよ、マジコンヌなんて信仰するはずないわ。するさ、
貴様ら女神たちに向けられる眼差しとは全く逆のものだがな。真逆だと？魔王ユニミテスの名を忘れたか。なぜそのような偽りの魔王を広めたと思っている。あれはイストワールの力でユニミテスを作り出すためだろうが、それとこれがどう関係あんだよ。貴様らが人々のシェアを糧にしているように、私も糧にしているのだよ。畏怖や恐怖心をな。世界の崩壊、絶対的な支配、そういったものに向けられる畏怖が今の私に対する力の源だ。そんなの無茶苦茶すぎるわ。ですが、それが目の前で起こっている以上、認めざるを得ませんわ。ネプネプ、どうするですか？簡単よ。何度でも倒せばいいわ。マジェコヌより私たちの方が勝っていることに変わりはないもの。それはどうかな。この世を支配するありとあらゆる畏怖よ、恐怖心よ、我が元へ集うのだ。どうだこの姿は。そしてうちよりみなぎるこの力、これなら女神どもに負けたりせぬわ。な、あの姿は何の冗談だよ。あれはまるで悪夢だわ。素晴らしい、生まれ変わった気分だ。マジェコンヌ、あなたは人の姿をも捨ててしまったというのですか？別れとは言わん。知れ、これぞ女神を超えた真なる力。もはや言ってることがめちゃくちゃね。それほど不なる力に飲まれているということですわ。まったく、自分が飲み込まれちゃ元も子もないでしょうに。おい、のんきに話している場合じゃねえぞ。あいつのパワーがどんどん上がってやがる。暴走してるみたい。さすがにこれはちょっとやばいわね。ネプネプ。大丈夫、恐れることはないわ。イースも言っていたでしょ、シェアとは人々の願いや祈りだって。ゲーム業界の消滅の危機に瀕している以上、畏怖や恐怖心が人々の心を支配するのは当然のことけれど、畏怖や恐怖心が大きければ大きいほど、人々が私たちに向ける願いや祈りも強くなるのよ。これは、おいおい、嘘だろ。なんつうシェアの量だよ。量だけではありませんわ。シェアに込められた願いや祈りもとても強いものですわ。そしてとても温かい。それになんだか力もみなぎってきたぜ。私たちは人々の願いがある限り決してあなたに負けない。マジェコンヌ、ここであなたとの決着をつける。 So what here is ご主人様。 Okay, see something. 決定的に叩き込んであげるわ。 If I'd known that I was going to another battle, then I would not have 本気を出させてもらうわ。よし、やるよ。Can I? You, no, she's too far away again. God dang it. But I am way too strong for you, me lady. So take this!
この手は攻撃など無駄だ。もう始めちゃっていいよ。I still wish that I had a stronger attack with her. You can't get anything, so... Hopefully it doesn't heal too much still. Holy fuck. Even though I have so many new levels, she's still that strong?I feel that Neptune is quite strong, so that's a good thing, but still. Hope that this hurts a lot. Good thing would be to heal yourself. She took that pretty well, I think. Items. Do I have any? Okay, I have one. And I can't get to her. God dang it. I have. Eight lemons. I have some healing stuff, so.Hopefully that is enough to survive this. Holy crap, she's strong. So, it's not too easy to do this. Good, now I can. Find the item. Revive.At least she didn't attack her. Oh god, she's standing in the line of fire again. I really don't like that she's standing that close. Goody.She's up and running again. God dang it. I really hate that attack that she did. Maybe I should switch out, but I don't know how strong the other one is. Yeah, you're still my healer, so... Hyper heal her.痛めつけてまた治しての繰り返し。まとめて片付けるわ。32式エクスブライド。And hopefully we can get the health down a little. やめてやめて。Are you growling at me?It's too strong. That's not good. I don't have anyone left there, so.Maybe this one can get some damage. Oh, yeah, that's a new attack. I also forgot. Enjoy the show.
Hopefully we can get her down. That would be kind of nice. Wow, that did a lot. I have to get one more of them ready. She's just alive, so... This should be able to take her, I think. So we get another one of them. It did real lot of damage. I was not sure how much it will do, but that was crazy. So, but again, Neptune is also the only character I have that actually have a limit break thing on her, so she can break all the damage on her. I haven't seen if I can get it for the other characters, but I know there's some new game plus thing in this game, so when you complete it, you can take it with everything you have before, so maybe that's how you do it. Of course you're not strong enough. Live it any mail. Oh, thank you for the levels. And a fully healed. That didn't sound wrong at all. Or is it just me? Majikonu! これでとどめ。やったの。確かに手応えを感じたわ。見て、マジコンヌが消えていくわ。 これでゲーム業界は救われたのですね。はい、これでゲーム業界は救われました。女神様たちの勝利です。やったです。ネプネプたちの大勝利です。ふう、疲れた。やっぱこっちの方が楽でいいや。 お疲れ様です、ネプネプ。いや、急に泥棒になった時は世界の半分をお前にやろうとか言われるんじゃないかと思って焦ったよ。世界を滅ぼそうとしてたマジコンヌさんが世界をあげるとは言わないと思うですよ。でもネプコ、もしあげるって言われてたらもらってたの？さすがの私もみんなの前で堂々ともらったりはしないよ。 特にアイちゃんなんて敵に回したらマジコンヌより怖いもん。へえ、言ってくれるじゃない。<笑>いや、やっぱ今のなし。ネプコ、まったく気を抜くのが早いんだから。 けど、不思議なものですわね。普段は何を考えているのかもわからないようなネプテューヌが、いがみ合っていた私たちを結びつけたんですもの。本当、信じられない話だわ。奇跡でしょうか。奇跡ね。 確かにネプテューヌが起こしたんでしょうけど、あの子の場合は奇跡よりも偶然の方が似合ってる気がするわ。
確かに、そっちの方がネプテューヌにぴったりですわね。奇跡の女神ネプテューヌより偶然の女神ネプテューヌか。間違ってはいないんだけど、奇跡より妙にしっくりくるのはなんでだろう。ま、それがネプちゃんらしさってことでいいんじゃないかな。そうだね。またこうして私たちが出会えたのもネプテューヌさんのおかげだもん。おかげにゅ。おお、なになに、何の話してるの。なんでもないわよ。もう、なにそれ、私だけのけ者扱い。だからノワールはぼっちなんだよ。だからどうしてそれだけで私がぼっち扱いされなきゃいけないのよ。いや、なんとなく、ほら、もうぼっちネタでノワールいじるのってお約束っていうか。そんなことお約束にしないで。ごめんごめん。今のお腹の音は、ああ、私そういえば疲れてお腹ペコペコだったんだよね。じゃあ今夜はお祝いにごちそうをたくさんたくさん作るです。ネプネプ、食べたいものはあるですか。はいはい、私プリンがいいな。やっぱりコンパの手料理といったらプリンが一番だと思うんだ。じゃあデザートにはとってもとってもとっても美味しいプリンを作るですね。わーい、やったー。まったく、こういうところは子供っぽいんだから。子供っぽくてもいいの、だってコンパのプリンは美味しいんだから。では帰りましょう。皆さんが作ったゲーム業界に。マジゴンヌとの戦いからしばらく経ちました。女神様たちはコンパさんのアパートでのお祝いの後、それぞれの国に帰っていきました。せっかくですので皆さんの様子を見てみましょう。ノワール様、これが公害に関する報告書です。ありがとう。順調に効果を上げてるみたいね。はい、そのグラフが示す通り、有害物質の排出量は徐々に抑えられています。さすがラステーション、私の国だけはあるわね。ノワールさん、お久しぶりです。あら、イストワール、久しぶりじゃない。今日は一人なの。はい、女神様たちがどうしているか気になって来てみたんです。ところで、その人はガナッシュさんですよね。どうしてラステーションの教会にいるんですか。ああ、彼、思い描いてたブランのイメージ像が崩れちゃったみたいで、うちに来たのよ。もはや、私がブラン様に尽くす理由はなくなりました。これからは、誠実なノワール様のために尽くす所存です。けど、ノワールさん、いいんですか。彼、ラステーションをめちゃくちゃにした実行犯の一人ですよ。そんなことわかってるわ。ブランじゃないけど、私だって見つけ出してぶん殴ってやろうと思ってたんだけど、雨の中、教会の前で罪滅ぼしをさせてほしいって土下座されちゃ、さすがな私も断れないわよ。けど、実際彼が来てくれてだいぶ仕事が楽になって助かってるわ。ありがたいお言葉。なんだかんだ言って、やっぱりノワールさんもお人よしなんですね。そうかしら。師匠の私が言うんです、間違いありません。それでは私はそろそろ行きますね。もう行っちゃうの。なら気をつけて行きなさいよ。ベール様、いい加減お部屋を出てきてください。何日引きこもっているのですか。まだマジェコンヌとの戦いの疲れが取れませんの。
あと1日だけ休みますわ。昨日もそう言ってたじゃないですか。あの、ベールさん、そろそろ部屋から出てお仕事をしたらどうですか？お仕事なら、私がいなくてもイボワールがいれば十分ですわ。いや、そういう問題ではなくてですね。緊急警報発令。現在、リーンボックスシップに多数のエネミーが接近中。緊急クエストが来ましたわ。ナンラン、急いで準備を。あの、ナンラン、そろそろ寝たいんだけど。何3日徹夜したくらいで音を上げていますの？真の戦士は1週間は無睡眠無休で敵を狩り続けるものですわ。そんな。ダメだこの人、早く何とかしないと。順番を決めてね。ブランさん、お久しぶりです。外で何をしているんですか？子供たちと遊んであげているの。珍しいですね。ブランさんなら本を読むか新作を書いているのだと思っていました。5日くらいこもってたらフィナンシェに部屋のブレーカーを落とされたから。ああ、そういうことだったんですね。ところで、そのフィナンシェさんは？フィナンシェならそろそろ。ブラン様、お茶とおやつ持ってきましたよ。あ、イストワールさん、来ていたんですね。はい、お邪魔させてもらってます。よければ一緒にお茶でもどうですか？温まりますよ。せっかくですが、お気持ちだけいただきます。他にも行くところがありますので。さて、プラネテューノに戻ってきましたが、ネプテューヌさんたちはどうしているのでしょうか？あ、イースーさんです。こんなところでどうしたんですか？ネプテューヌさんがきちんとお仕事をしているか見に来たんです。コンパさんは学校の帰りですか？はいです。今まで休校していたので、朝から晩まできっちりお勉強でヘトヘトです。それは大変そうですね。ところで、ネプテューヌさんはちゃんとお仕事はしているんですか？よく教会から抜け出して私の部屋に遊びに来てるです。ネプテューヌさんらしいというか、なんというか。そうです。イースンさん、これから一緒にご飯はどうですか？今日はアイちゃんと一緒に鍋パーティーをするんです。いいですか？でしたらお言葉に甘えさせてもらいますね。コンパさん、教会の人です。今日はどうしたんですか？ちょっと目を離した隙にまたネプテューヌ様が姿をくらましてしまって、もしかしてまたコンパさんの部屋に来ているんじゃないかと思って来てみたんです。ネプネプ、また抜け出したんですね。けど私も今帰ってきたところなので、ネプネプは来てないと思うですよ。そうですか。では夜も遅いことですし、気をつけてお帰りください。ご丁寧にありがとうございますです。まったく、いつになったらネプテューヌさんは女神の自覚を持ってくれるのやら。さあ、早く帰って一息つくです。ああ、おかえり、コンパ。お邪魔してるよ。イースンは久しぶりだね。どうしてネプネプがここにいるですか？ね、かくまってもらおうと思ってきたら鍵が開いてたんだ。で、危ないからお留守番のために上がらせてもらったんだ。ダメだよ、一人暮らしなんだから閉め忘れちゃ。はい、気をつけるです。それよりもネプテューヌさん、教会のお仕事はどうしたんですか？
お仕事ならちゃんとしてるよ。コンパの部屋の平和を守るという名のお仕事。それはあんたがサボりたいだけの口実でしょ。ゲッ、あいちゃん。ゲッとは失礼ね。今日は教会からネプコの捜索なんて頼まれてないから安心しなさい。よかった。もうアイちゃんたら心臓に悪いんだから。あんたが教会から逃げ出さなきゃいいだけよ。はい、コンパ、これ頼まれてた食材。どうせネプコも来るだろうと思って多めに買ってきて正解だったわ。お、なになに、もしかして今日って特別な日？アイちゃんと一緒に鍋パーティーをする約束をしてたんです。いいねいいね、鍋パーティー。私鍋なら何でも大好きだよ。なんならジャミーハメガミ代表として鍋奉行もやっちゃうよ。庶民派すぎる女神様もちょっとは考え物だけどね。ところでご飯の前にちょっとお茶にしませんか？私帰ってきたばかりなので少し休みたくて。いいわよ、コンパは休んでて、私が準備するわ。あーちゃん、冷蔵庫の中にプリンが4つあるはずだから持ってきて。それくらいあんたが持ってきなさい。ぜー、そんなこんなで女神様たちは相変わらずのようです。そしてきっとこれからは女神様たちのもとゲーム協会の平和は続いていくでしょう。私は司書イストワール。ゲーム業界の歴史を記録するものとしてこの平和がずっと続くことを心から願います。私のこの願いもシェアとなり女神様たちに届きますように。お待たせ。じゃあみんなプリン持って。それじゃあ私たちの久しぶりの再会とゲーム業界の未来に乾杯。Well, I think that was it.What? I like that outro! Oh, that's nice. Dr. Mario. I do would love to see have an addition of Tsumi make like that.And that's often RPG style. That was actually kind of fun. But there's so many game references here. So...Yeah, let's just enjoy that ending. Let's see. That is so old school to look at. God. I really miss the old school game for some reason. I played a lot of old school RPG games in my time, so it's not new for me that kind of style at all.To be continued.Was that it? Oh, there's more. つかれました。これにて完結です。実はハード戦争に負けて下界に落ちたのが始まりでした。正直冒険していてどうなるかわからなかったけど、無事にクリアしてくれてありがとう。You're welcome. それじゃあゲームをクリアしてくれた君へのコンパたちのメッセージをどうぞ。クリアしてくれて
ありがとうございますです。楽しんでもらえたですか？あ、です。正直、私もネプコについていったことを後悔した時もあったけど、結果としていい旅になったわ。ありがとう。You're welcome. クリア、おめでとうございます。あなたの歴史はちゃんと記録させてもらいました。Oh, that's a lot of things you have recorded then. I actually recorded them myself and put them on YouTube. You can see them there if you forget something, so do that. クリア、おめでとう。ラステーションの女神たる私が直々に褒めてあげるわ。 Thank you. プレイしてくれてありがとうございます。ちなみに作中で語った私のゲームへの愛は本当ですわよ。I have noticed that. ありがとう。 Well, keep it short and simple. では、最後にみんなで、せーの！ありがとうございました！ Wait, what? なんて文字コードだ？改めまして、ありがとうございました！本当の本当に！終わりだよ！Fuck. That was, red. Yeah, I want to save. Of course I want that. So, that was apparently that game. So, I hope you enjoyed it. You can give it a thumb up if you did. You can hit me up on Facebook or Twitter, or write a comment down below. You can subscribe for more awesome videos, and I hope you all will have an awesome day. So, until next time, farewell.